まずはさらば青春の光チャンネルを見てからこのチャンネルを見てください。僕らはさらば青春の光の犬でございます。また戻ってきてね。入院となります。大セルフですね。いやほやほや。ほやほやですよ。退院ほやほやでございます。ああ、おめでとうございます。言った退院の翌日とかじゃない？はいはい。翌々日。翌々日。私事ではありますが、ちょっとこの度入院しまして、はい、10日ぐらいで、はい、しかもまあ入院した病気の中ではかなり軽い方だったと思うんですけど、はいはい、重い人がいっぱいいるんでね、はいはい、考えを改めまして、はい、入院ってのはもうね、別もないことだぞ。あの重い病気の人たち選んじゃってるから。いやそんな重いことないけど。一週間でしょ。はい。一週間どれくらい？僕ですか？はい。2ヶ月半。よしはもう申し訳なさすぎるよこれは。いやだから俺は10日でも気がめいったんで、もっと10秒間で入院した、しかも職業芸人はどんな面持ちで前を過ごしてたんだって。俺は丸々1ヶ月。1ヶ月。まあまあ入院長いけど、1ヶ月でも。で、俺も10日で、なんか死にたくなっちゃって、寂しすぎて。いや、もう、だって面会も今、今、うん、いや、そうなの。俺リポートしたけど、ダメで。そうそう。そう。だから1人も、ぼっち。いや、それはしんどいな。ぼっちで具合悪くて、回復してきたら、なんか不安が襲ってくるというか。うわ、いやちょっとこれをニュートークってことは、ニューみたいにあるあるみたいなことを話すの、はい、そうですね。まず、ご紹介します。我々の同期の、デニスの上野幸男ちゃんです。よろしくお願いします。僕は何でどのぐらい入院してたの？腰を痛めて、はい、はい、先生に即入院ですって言われて、で腰が完治するまでっていうので1ヶ月間。あ、1ヶ月だから、その俺は体は元気なのよ。あ、そうそうそう、腰だけっていうので、もう激痛動けないと思う。もう激痛じゃあ本当にじゃあ俺じゃなかったら死んでると思う。じゃあそれぐらいもう病名はその可能性脊椎炎って言って、それこそそのどこかしらからばい菌が体に入って腰な血流に流れて腰に、腰の骨について、そこからばい菌がこう悪化してって骨が溶けてってて、めちゃくちゃ怖で、俺はそのぎっくり腰と思ってたの。あ、最初でもその診断だったもんね。そう、それでもういろんな病院、いや東京にこんなゴッドハンドおんのっていうぐらい人数を各駅ぐらいにおんのよ。調べたらゴッドハンド神の手こんなおるっていろいろな松屋感覚でいるもんね。そうそう、芸人さんに教えてもらっていろんなところで、ね、ゴッドハンド行くね。でゴッドハンドも芸人の紹介やからさ、俺のこと芸人って一応把握してるから、ぎっくりだろって、だからぎっくりじゃないのよ、骨が溶け始めるんだよ。だけど内側の病気とか内側の病気やけど、そこでさ、もうパーフェーでやるよ。で、俺立ってみ、もう昨日それでぎっくりになってマラソン走らせたことあるからとか、立っても俺がヘアーってなってるやん、またあれってなるやん、それゴッドハンドやから。で、もうまた、もう腰バキバキやられたりとかして、で、あ、どうにもならんと思って大きい病院行って MRI 検査とか受けたら、ね、それぎっくりじゃなくてそういう可能性がきつい。だって俺らの入院する前にさ、俺らのライブ出てくれた金属さんと、ね、あの時ゆきおちゃんがさ、もう後半全く喋んなくなって、覚えてるわ。ノブ、ね、君ワントップで頑張ってたからね。ゆきおちゃんが後ろに手を叩くためみたいな。座薬が切れたら。あの時そうだよね。ああ、前やってないから。やってないから。座薬で見た目やめてね。鬼越のライブ中にも急に座薬が切れたの。そうだそうだそうだ。もう切れたっていう。前半バーしゃべってたの、もう後半から本当にこのまま動かなくなって。で、パッともう本当にノブ君だけしゃべってたんだね、ずっと。そう。だからゆきおちゃんって言ったら、これもダメだ、あかんつってもこのままね、ずっとその歩いて帰って動かれへん。だからいつもその漫才とかの出番でも、もう女の子が朝来てくれて、これ夕方の出番でも、その女の子は朝働いてる仕事やから普通に、7時にはスーツに着替えさせられたんだけど、自分が着替えられんからぎっくり。ああ、そっか。着替えさせてくれる女の子いたね。あのへんてこ女の子がいた。
からもう、毎日朝7時に夕方の出番でも昼の出番でも朝7時にはもうスーツで着替えてもう家で来た家帰ってもその子が帰ってくるまでスーツのまま脱がれへん。真っ先に入院したらゆきおちゃんからあの LINE が来たのよ。ゆきおちゃんと俺そんな LINE しないから、ね、苦手だもんね。なんかお前いや好きやねんけど水と油って舞台上だとうまく噛み合わない。仲悪いよ同期だし。でもあの普通にすごい優しい感じで来たから、だからそれもこれ経験者の優しさだ。そうだね、でいつ普段さ優しさだけが取り柄のノブくんっているでしょ。一切 LINE 来ないからそういうあの最後それはそうだ。本当に困ってる時に LINE 来るやつが本当の友達だから、ね、そうだ。あとさ俺もさゆきおちゃんが入院し1ヶ月入院した時もその入院をそんなしたことないからさそんなにだと思ってたからさ、LINE とか送ってないんだけど、でも俺も送ったよね、ゆきおちゃん。送ってくれた。だからあのもう本当身に染みて分かったというか、まあ、今までブーメランが来たというか、芸人が体調悪いとか入院とか、大したことねえだろうとか言うタイプだったんだけど、いやこれもあの精神的にそうやグッときますからね。そう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 、嬉しいの LINE 来るとどうなの。あもうそうあのもうそもうあのう嬉しすぎてすぐに開こうとしてすぐ記憶つけて、そこ見てるの夜中の楽しみ。そうそう楽しみがもう暇すぎないから、あのもう夕飯終わったら終わりだから。6時で終わりです。夕方6時だから僕、俺なんて入院した時、上野さんはこの病棟の中で一番若いので、お風呂は一番最後にしましたっていうのの一番最後は昼の3時。ラスト3時。ここから汗かくねえって思うけど、そうだよね、ラストが昼の3時お風呂。そんな厳しいんだ。だって18時から朝の6時まであのもう消灯みたいなもんなんだけどさ、何にもやることないから、で、紹介しないと4年目の紹介しないから、はい、はい、もうザ・ミスター、吉本のミスター入院です。もう初めて見る方もいらっしゃるでしょうね。万次郎の米部です。米部です、お願いします。米部はもう、もう入院で名前がみんなに知れる。入院で飯食ってるから。マジで。米部は危なかったの。危なかったよ。命の危険があったんです。僕に関しては、まあ、結論から言うと感染性心内膜炎っていう病気やって、っていう病気で、結論あの内容はその体の心臓の中に病気のウイルスが巣を作ってしまうっていう、でそれがそのいわゆる僕がなったのが単独とかいろいろ重なって、夏でとかなってしんどい時期やったんで、まあ、体調が悪かったからとかじゃなくて、90超えたお年寄りの体でも絶対倒せるぐらいの弱いウイルスが体になぜか蓄積して、それが巣を作るっていう、あの奇病っていうか、もう本当突発性の、それは運みたいなもん、運みたいなもん、で遺伝とかじゃなくて、じゃあ全くなくて、でこれが良くなる人っていうのが、麻薬の常習者が、あの注射の回し打ちでその倒せるはずの菌を、バイ菌を体に打ちまくってる人がなるっていう病気やって、だから2ヶ月半僕入院したんで、その芸人ってバレてからずっと2ヶ月半実は前がやってたんでしょっていうことずっと2ヶ月半やられるっていう。きついなぁ、具合悪いのに。具合悪いのに。それ最初の症状というか、はい、どんな感じなの？倒れたの？いや、その最初の症状が、これ僕その単独とかもあって、こう準備とかしてる時に、最初はなんかしんどい中から始まって、その途中で、もう本当に相方と打ち合わせしてる時に、こう途中で、どうしようかな、あの僕、経絡するで、こうバタバタってなった時に、まあ、一番最初は相方も「お前大丈夫か?」って「救急車呼ぶぞ」ってなったんですけど、救急車その金もないし、そのしかもなんか、なんとなく大丈夫というか我慢、頭痛くても我慢するんです。あのもう芸人ってまず救急車を、あのパトカーだと思っちゃってるよ、っちゃいけないもんだよ、ね、分かる。あと仕事のこともあるしね、そう、呼んだら人事業主だから、そうなんだよ。もうだって死ぬか仕事するかでやってきたよ。そうそうそう、そうだから。確かにね。でか、なんか入院費を考えてる。そうそうそう。サラリーマンだったら休めるなってあるけど、そういうのが一切ないもん。明日迷惑かけてしまうっていうのが、それはあるから。だからバタバタとなって相方が心配して救急車っていうのが序盤にあったんですけど、いや大丈夫、10分経てば治るからって言って、10分間こう痙攣したら。
ふうって落ち着くのが繰り返しになったんですよ。でそこを繰り返しになってたらもう自分も我慢できるし治るの分かってるし相方も慣れてしまって、僕が痙攣し始めたら相方がタバコ吸いに行くみたいな下りになってしまって、それぐらい普通になってたんですけど、同期でそこそこあの空気階段の塊とかがたまたま会った時に、お前ちょっとあまりにも変わり悪いから熱測ってみって言って、熱測ったら40度あって、でお前これダメ、すぐ病院行けって言われて、近所の病院行ったら、まあ夏バテとか夏やったんで、あの脱水症状とかそういうの重なったやつですねっていうので診断で終わりかけた時に、ちょっと肺が痛いですって言ったら、じゃあ一応念のためにレントゲン取ってみるって言って、レントゲン取ったら、ちょっとでも肺が白くもやかかったら肺炎なんですよ。僕のレントゲン肺が真っ白だった。全部オールで、オールで、でその時に診断症状、あの症状のところに重症肺炎って書かれて、でうちじゃあもう対応できないから即日あの近くの病院に、大きい病院に入院してくださいって言って、あの大きい病院に行ったんですけど、そこで肺炎の治療をしたら肺炎は治ったんですよ。で肺は綺麗になりました、良かったですねって、ありがとうございます、単独もできます、ガタ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 って、また痙攣するって。痙攣は治んなかったの？痙攣と突発的な40度の熱が、あの収まらなくて。そこ、基本的にどれぐらいになってたの？その分かんなかったっていうの。分かんなかった期間で、けど、言うて2週間ぐらいです、痙攣し始めてからは。なるほどね。で、その最終的にこれが一番怖かったんですけど、一応念のためにこの症状は怖いから心臓を見てみましょうって言われて、その入院してる病院の、肺に入院してる病院 その心臓チェックのおばちゃんみたいなところを連れてかれて、このなんかこう中を見るみたいな、エコーみたいなね、エコーみたいなやつ塗ってこうやってやったら、万が一あのこの病気やったら危ないっていうのがありますんで、一応見てみますねって言ってこうやって見た時に、まあそんなわけないと思ってたんで、大丈夫ですよねって聞いたら、その女の女医さんが、あの担当の方から言わせていただきます、節目になって終わりだ。でパッて見たら、怖い、その段階でうちでも無理なんでって言って、あの国立国際医療研究センターって新宿で一番でかいもう無理だよ。もうだからあのすごいもんな、入院をするというよりも最先端医療を科学するところだよね。でそこでその最先端の医者が U の字で待ってるところに担架で、U の字のところにこうバーって担架で運び込まれて、その日のうちに、って、で体は元気なんです。元気なんだ。元気なんです。な40度ってもうしんどくないですか。ってなってる状態で U の字のところ突っ込まれて、全員の医者にこう見下ろされながら、今すぐ家族呼んでくださいって言われて。いや親今仕事で名古屋なんでって言ったら、いやそんなんじゃなくて命に関わる問題なのでって言われて、ここ2、3日のうちにその海外に行ってる先生も呼び戻して、あの手術をしますので、そうじゃないと、あのただ手術は難しいことじゃないです。手術に関しては難しい手術ではないですけど、あの現代医療でハードさで言ったら一番てっぺんを叩く手術をするので、あなたは今から13時間半の手術に向かいます。もうなんか人ごとみたいな。でもそれ本当にこの有能人のとこに米倉涼子乱入してくるような海外から入ってくる。私が今日は失敗したいんで、いたしません。いや、じゃあ芸人史上でも一番の手術かも。じゃあ13時間半でもうめちゃくちゃ長いぞ。だってで結局その手術全部終わって、そのパッて目覚めたのが14時間後ぐらいですかね。14時間後ぐらいに目覚めた時はもうあのいわゆるドラゴンボールなのサイヤ人が回復してる時みたいな、そう、ね、札まみれ全部こう刺さってこんな状態で起き上がって。具合悪いの？大きいその手術受けて14時間後。けどあの具合は悪くないっていうか、その心臓が痛覚がないから、心臓の一番やった手術はあの心臓なんですけど、心臓手術するためにまず米上さんには分からないと思いますね。簡単に説明しますね、肋骨を切断して外して心臓と呼吸を1回止めて、13時間半手術して人工心肺で動かしてから13時間後に呼吸と心臓を戻しますって言われて、僕13時間ぐらい死んでるんですよ。チャンピオンです。いやお前ら来んなよ。お前ら来んなよ。ちょっとあのラスボスすぎる。だってロックフラスボス外した。だからさっき酒井さんがおっしゃってた話じゃないですけど、終わった後しんどくないのっていうのは、しんどいのは肋骨を切断してるから、骨折で痛い。ああそうなんだ。はい、人工的に骨折してるようなもんだもんね。そうです。で2ヶ月半って言いましたけど、結果あの肋骨がつながったらもう
大丈夫なので、だからもうスタートは米宮さん 20m 歩けましたからのスタートなんですよ。あ、うん、こういうところでスタートして1ヶ月間で肋骨もつながったんで、そこからはもうピンピンなんです。ピンピンなんですけど、あの体のその心臓にあったところから筋が全身に回ってるから、それを、うん、あの対処しなくちゃいけないから、1日4回の点滴を打たなくちゃいけないから、通いは無理なんで、そっから1ヶ月半は元気なのに病院にいなくちゃいけない。飯もそんな食えないってこと？飯とか普通に食える。飯は普通に食えるんだ。だからしんどかったのは1ヶ月でした。確かに。でも元気で病院にいるのがしんどいよね。めちゃくちゃしんどい、ね、でも俺ら多分ひろちゃんと俺らなんて、そのさ、自分はさ腰痛いって言うけど、もう看護師さん相手してくれんのよ。あ、俺らみたいな足があるわ。そのまあそんなにその大切な人たちがおるから、俺が腰痛いならもう何とも思ってない。いや痛いんですよっつってもう何とも思ってないのよ。向こうからしたら。看護師さんも、まあ、それ毎回毎回そのやつも持たないしな。そうそうそう、みんな痛い人が来てるからさ。看護師さんってめっちゃいい人だし、もう本当に、うん、あの白衣の天使って言われて、うんうんうん、あの素晴らしい人格だと思うけど、やっぱ毎日おじいちゃん、うん、おばあちゃんの対処してるから、うんうん、俺らもうおじいちゃんおばあちゃんみたいな話しかけられて、酒井さんあのね、この15時か14時にお風呂そっちにする。多分年配の方に結構タメ口やんね。その流れで22、3の女も俺のタメ口なんだ。そうかそうか。それとやっぱあの AV やっぱ見すぎてて、なんかやっぱ俺も1ヶ月入院して俺かもう腰が痛いだけやから一応安静っていうか元気なの、はい、まあ寝転んでるみたいな、はいはいはい、何かあるんじゃないかっていう、あのでいつでも大丈夫よっていう雰囲気出しててんけど、あれ嘘やん。あれは嘘。そう、あれ実際さ夜のさ、なんていうその夜中見に来るのよ。で見に来てさ、そのちょっと触ってくるのないの？いや、ないないない。だから俺エロいことなんだ。一つもない。え、じゃどうしてんの？その夜さ、えだムラムラもするわけじゃん。うん、言った入院してる時も、それどういう処理？普通にあの布団かぶせてのシークレットしこり。シークレットしこりって言ってる。いや、俺一回もしてへんかったな。あ、そう。なんか一ヶ月ですか？一ヶ月で、もなんかもう横とかもう俺はそのみんな痛い人やから、もう全員が痛い、ああっていう。そうだね。聞こえてて、なんかそういう気持ちにはならんくて。なんかもう泣いてたけど。なんか住民の人もいるからね、部屋に。でも看護師さんはやっぱ。その女普通のもう俺のことは物と思ってるんじゃないけど、はい、上野さんとかね、こう、あの、起こす時とかもさ、こう、えっ、こんな触れてくるのっていう、めっちゃいい人よ、めっちゃいい、可愛い子とか綺麗な人いっぱいいるんだけど、やっぱもう、僕もね、4人部屋だったのに、やっぱおじいちゃんへの対応を見てさ、おじいちゃんがさ、本当に悪くてナースコール押すのに、あのもう、たぶん何千回って呼ばれてるから、分かってるよ、もうさ、あの、なんとかさん入りますねとかも言わずに、ガッ、何何ですって、ね、俺らはピンチで呼ぶのに、向こうは慣れてんのよ。慣れてるから俺らはやばいと思って呼んでるけど、まあ、はい、どうされましたとか、ほんまもう、そうだよね、それでも一喜一憂というかさ、もう、そのもう、毎回失敗してらんないもんな。俺らレベルはナースコールなんか押せない。来るまで待たないと。もう、おじいちゃん、おじいちゃんももう、でも、おじいちゃんも構ってほしくて押すやつもいるからでしょ。そういうことだよね。寂しくて構ってさ、欲しいかって押して、そう毎回向けするのあるからってことじゃないの、けどその、僕に関しては、その一個先の ICU に行ってるんで、ああ、そっか。ICU におるときは逆を感じるんですよ。その僕なんてこう動けなくてこの状態なので、そこでさっきのあの下の話じゃないですけど、綺麗な看護師さん3人ぐらいが来て、ビニールシートを敷かれて、その上にこう、なんかこう足開いてこう寝っ転がらせた上に、あの水鉄砲みたいなので、チンチンピー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 ってやられて、それでパンパンパンってゴム手袋で現れて、はいはいってやられるんで、どんどんなんか男としてうわそんな感じになってたって、プライドがプライドがもうバンバンになるし、動けないからちょっとでもなんやこの看護婦ってなったとしても、あの看護師さんなんやねんってなったとしても、いやちょっとこれこうしてくださいって偉そうに言った時に、あ、じゃあこいつになんかあれやったのやったのって思われたら嫌だなっていうので、ものすごい丁寧に対応するんですけど、逆におばあちゃんとかで全く動けん、全部やってもらってるようなやつとか、いてえきてんだな、あおばあちゃん、逆におばあちゃんって動かせよ、背中かいってんだな、使えねえなっていうのを ICU で看護師さんに言ってるんです。言ってんだ。そんなんしたら次どうなんのっていう。
あっちからしたらこっち動けないやつは簡単に殺せるよな。本当に。そうなの。ピッ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 もう勝てないわけ。どんな強い人が入院してももう看護師さんとお医者さんの、いや、そうですね、俺らしもべだから、まあ、そうだね、入院患者あそこ行ったらな、厳しくなかった、厳しかった、いや、あの厳しくはないけど、ね、真面目を強いられるから、うん、厳しいよ。だって9時に消灯でさ、そうだ、いや、分かるよ、うん、いや俺も入院したことあるから、お前もあるよ、何で入院したの、足か、足か、あ、それ前十字靭帯断裂で、それ再建手術で、まあ、2週間ぐらいだと、治療ね、ああ、もう俺も、もう、二郎なんか一番看護師だな、俺も全部情けない、全部バカ言って俺も館長をベンチ連れてかれて、館長でこういう感じ館長になれてもうすげーボーボーの中、それかだからあの人たちすごいよな、いやすごい、俺は一応その腰痛いだけやからもう自分で風呂入るっていう、恥ずかしいやん、やっぱり恥ずかしい、脱がしましょうか、腰痛い、いやいいですってやってたけど、もうケツ出してたんや、いやいや、もうケツも出してるし、もうあの俺おじいちゃん管も入れてたから、うん、先っちょからね、うん、だからもう全部見られてたよ、そうだから、うん、あのもう看護師さんをリスペクトしてる、いや、めちゃになりますね、何してたん、りょうちゃん、いや俺もう本当にあの点滴3日か4日ぐらいでよくはなったんだけど、うん、でもあのやっぱもう最初はね、もう年明けぐらいまで入院してくださいみたいな、うん、ものすごいお笑い多分好きなお医者さんがいて、うん、M1 の M1 もこうやって病室で見てたのよ、うん、あの感動はしたんだけど、やっぱもうこっちでさ、あ、言ってる、言ってるおじいちゃんとかいるから、もう俺は正則さんだと思っちゃったから、入院してたから正則さんぐらいの年の人に囲まれてたから、だからあのおじいちゃんだからまだ笑えなかったでさ、正則さんのライフイズビューっていう風に倒れた時にもこっちでリアルに倒れてる、リアルに倒れてる全然マサドリさんの活躍に勇気づけられてないシンプルマサドリさんだったから、でそれでなんかあのなんかああ M1 こんな形でみんな嫌だなみたいな思った次の日ぐらいにその担当医の人が来てくれて、で俺も入院した時はもう意識朦朧としてたから顔も覚えてなかったの、そのコンタクトもはみ出て、だそこで初めてちょっと認識するみたいな、そしたら「サメさん、お忙しいですよね、年末ちょっとなんか早く退院できる方法僕考えますよ」みたいな、なんか多分もしかして M1 見たんじゃないか、ああ熱くなって、 M1 見て熱くなって、俺母ちゃんから LINE 来て、うん、りょうちゃん入院したらしいねみたいな、で千川のなんとかなんとか病院なんでしょって言われて、私お見舞い行こうかしらって来た LINE が、うん、でえってなって、あの中野だって入院したから、うん、千川って言ったら、うちのお店のお客さんの旦那さんか誰かが病院で働いてて、うん、あの鬼越トマホークの酒井さんが入院してきたっつって、で言ってるっつって、うん、いや中野警察病院だよっつったら、うん、で一応調べてさ、あ、すっごいそっくりな影武者みたいなドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーみたいなやつが同じタイミングで違う病院に入院してきて、憧れてきて、みんな鬼越トマホークの酒井さんだっつって、みんなその病気の人とざわついたっつって、あ、いや全然違う、中野の病院だ、本当にこれ別に千鳥のノブさんじゃないけども、うん、スキンヘッドでマスクして点滴、もうそれ酒井じゃん、それは、ね、そんなのそこら中におる、そうだから影武者みたいなやつもう普通に入院してたよ、いや普通に中野だよっつって、そうだからもう結構みんな勘違いしてる人いるよ、だから。鬼越チャンネルをご覧になった後は、さらば青春の光オフィシャルチャンネルをご覧ください。最新動画はこちらです。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。